スキャンダラスシティなんですが、先週から D. V. D. レンタルがスタートしております。平子理沙さんです。どうぞ。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。素敵ですね。す後ほどいろいろ伺いたいと思います。はい、さあ、続きまして。ガールズドラマといえば、この方は外せない。セクシーな。映画コメンテーター。 リリコさん、どうぞ出にくいわ <laughs> どうもこんばんは間違っていないと思いますセクシーな映画コメンテーター、<laughs> 誰も思ってないですよ、ごめんなさいねそんなことないです<当>今の拍手を聞いてね台本読んでるだけですからね、<laughs> 台本を書いた方がとても優しい方ということで<ー>、はい、すみません、書いてありましたいやお、思ってますけどね <laughs> ということでですね、もう特別社会お二人の登場で一気にね華やかになりました今一度大きな拍手をお送りください いやお二人とも本当に素敵なきらびやかな、ね、お衣装でございますけれどもファッションのポイントをまずはひろこさん教えていただいてもよろしいでしょうかそうですね、うん、今日はちょっとキラキラなラインストーンがたくさんついたドレスにしてみました、うんうんはい、背中も大胆にちょっと後ろなんかもあ,あらあら <laughs> <laughs> 聞きましたよおー <laughs> というね、えー いいいややリリコさんでございますけれど背中は見せませんけど <laughs> あ、まあ、今日はスキャンダラスシティって,てすごい、はい、あの女性の好きなドラマで、うん、あのもちろんキラキラしてるんですけれども、うん、やっぱりあの仕事に対する肉食女子がで、うん、あの出てると思うんですよ男性ももちろん仕事に対してのやる気だったりとかするので、はい、あのちょっとスポーティーな感じで、うんはい、決めてみましたピンクでもお似合いですよね。 日焼けに合うから昨日慌てて日サロ行きましたよ最近忙しくて全然日サロ行ってなくてさすがに足白すぎると思って昨日がっつり30分焼いてきましたので今日は黒いです白と黒っていう感じになってますね今日はね黒いドレスにすればよかったと思ってせっかくなら真逆で行けばよかったなと思っていやいやでもお二人ともとても素敵でございますからねこれは台本に書いてありませんから大丈夫ですよ。森さんお上手 <laughs> ありがとうございますお仕事でででございいいますすやそんんななことないんですけれども、ね、でしょうね, <laughs> まですね、まあ、お二人ともねガールズドラマは、ね、チェック欠かせないという、ね、大ファンのお二人でもございますが、まあ、これまでにもさまざまなガールズドラマが話題とな,っても、えー、なりましたちょっと後ろをです、ね、お二人もすみません振り返っていただくようになりますけれどもご覧いただきたいと思いますけれどもまず、こちらなんですけれどもワンダーアアブラザーズがお届けしてきましたさらにこれからお届けするガールズドラマの数々なんですがこちら一番左なんですがこの夏リリース予定の、うん まあ現代はレインとなっています。はい、え、そしてすでにね話題をさらった女子の間で人気が収まる気配がありませんね。ゴシップガールにオーシープリティーリトルライヤーズ、そしてバンパイアダイアリーズと、もうとにかくですね人気のラインナップになっています。ここにダラススキャンダルシティが加わるというような形になっています。またこれらと全然違う雰囲気なんですけれども、で,ね、でも女子は好きです、うん、好きですよね。<laughs> まさにね肉食女子にはたまんないのかもしれないですよね。ようん、あの平子さんは違う観点からお話しいただければ大丈夫です。 タイプが違うかもしれないですね, <laughs> ね。なんで2つの見方があるかもしれませんからね実際その平子さんなんですけれども、はい、やはりあの、ね、ガールズドラマといえばセレブが登場しますけれども高校生の頃はねアメリカに留学されまして、はい、まさにあのセレブの方が通う学校でね送り迎えも華やかだったりとか同級生に有名な女優さんもいたということなんですが。結構こう あの場所がビバリヒルズの方にある学校だったのでた結構そういう <laughs> なんかグイニス・パルトローさんとか<う>ドリュー・バリモーさんとかスティーブン・ドーフさんとかモニカ・ルウィンスキーさんとかいろいろたくさん 本当にもっとたくさんいらっしゃるんですけどモニカルウィンスキーそう今、モニカルウィンスキって誰でしたっけすみってクリントンさんとこれ出ればよかったですね、モニカルウィンスキーさそういう感じですねスキャンダラシティにねごめんなさい、これじゃなくてそう、こっちにねこっちだね、はいいや、すごい面々の方で普通にお話しされてたってことですよね そうですね、うん、普通に同級生だったり同じクラスだったりもしたんで送り迎えとかやはり当たり前にあったわけですよね。 かあのアメリカの学校はもう本当に送り迎えがないとお家に帰れないというかあの車社会なのでロサンゼルスはなのであの皆さんあの両親に迎えに来てもらったりしてたんですけど本当にもともとの「そのダラス」というあのドラマの出ていた女優さんの,あのお子さんがやっぱり学校が一緒でよく。 見ましたね、はい。興奮しますよね。そうなるとね。そうですね。いやでもそのセレブの世界にね実際にねいらしたということでございますからね。すご,すごいですよね。羨ましい。<ー>私は日本に来てホームレスになりましたからね。全く <laughs> 違うわねこれね。<laughs> で,ねでもずっと車の中に住んでたからずっと送り迎えだったんですよ。そうですね。あんま動かなかったでしょうけどね。えー、それが日常だったんです。はい。面白い対比ですね今日はね。<laughs> まあでもねまさにあのガールドラムの世界でね学生 生活を送ってらっしゃいましたけれどもそのガールズドラマ壺が大きく3つあるかと思うんですけれどもその 1,、うん、1> なんといっても出演者がもう美男美女そのにはね舞台は憧れのやはりセレブ界ですねだけど実態はドロドロぐちょぐちょというストーリーでもあるその3女子は見逃せないファッションというねこれ大きなポイントがあるんじゃないかなと思うんですがリルコさんいかがでしょうかこの3つのポイント3つのポイントもちろん全部入ってますよ、うん、でもまず、うんうん、美男美女でしょだって、はい、もう自分がこの状況に置かれたら、うん もうこれが私で北村和樹さんと大沢た雄さんだったらもうずーっとそのままいますよもうヒューみたいなもうこの二人もすごいイケメンで私はどちらかというとあの髪の毛の,あの茶色い方の男性の方が好き日本人大好きなんであの黒いとかあのラテン系とかの男性も大好きなのでこちらは結構ブロンドブロンドまではいかないけどちょっと明るいからこっちにゾッコんですね、私は。 体がいいの。出た。いやいやあのね、何でも筋肉筋肉って言ってるわけじゃなくて、その裏にある努力が大事でしょ。だってさ、こうやったらさ、別に筋肉なるわけじゃなくて、毎日毎日さ、トレーニングしてるわけじゃない。それが素敵。その人生のね、一旦を垣間見るような感じありますよね。そんなに自分自身をね、厳しく律してっていうね、リマがあるのよっていうね。